雨は止まずですね。これが村の北側か。なんかもう一個ぐらいあるんよね。なんかね、攻略本のマップ見てる限りここら辺にももう一個ぐらいあるんですよ。まあまあ気になるけど、どうせ雨降ってて登れんから、ばあさんとこ行こうか。超ショートカットです。到着。ばあさん。ほうほう。プルアに振り回されておると聞いたが、意外と元気そうじゃの。お、コンプリート。どれ見せてみよう。こんなんです。おお、これは間違いなく100年前ゼルダ様がおとりになったお写し。姫様の思い出であるこの写し絵の地を巡ればそなたの記憶を取り戻すことができるやもしれんの。写し絵の地を一箇所でも訪れることができたなら、またここへ戻ってくるがよい。そなたに渡したいものがあるでの。おう、写し絵の記憶。記憶は戻っておらんかもしれんが、そなたは一度キャッツに敗れておる。しっかりと身支度を整えばならんぞということみたいです。写真の場所に行かないといけないと。これはどこなんでしょう。全然わからないね。あ、いた。バカやん。え、リンク様、こんな時間に何事でございましょう。何せんの。日々の出来事を記してるだけでございます。それだけでございます。もうよろしいですか？寝ないの？私は祖母の代わりに宝珠を磨き、道祖神様のお世話をし、民に村に災いが降りかからないように毎日々祈っております。気がつけば東の空が白んでることもしばしば。しかし皆のためと思えば眠ることなど惜しゅうございます。そうですか。もっと顔見せて。いいパーヤの顔など見ても何もついておりませんよ。もしやその紋章のことでございましょうか。紋章、これはシー家族にとって魔除けのようなものなんです。オサの血筋の者はその証としてこの紋を肌に刻むのが習わしなのでございます。へえ、魔除けの顔、魔除けに顔に刻まれた紋章だそうです。それを朝の4時に知る。君かはいいところに来て聞いてくれ。あのあと大王星の泉のことを自分なりに調べてみたんだが、やっと怪しい場所を見つけたんだ。でもなかなか泉にたどり着けなくてね。でもいいんだ、どうしても見たいんだが。そうですね。おお、やはりか。青年よ、同じ絶景マニアの匂いがすると思ったよ。大王星の泉の場所はまだはっきりとわからないんだが、一箇所怪しい場所があるんだ。そこか、これからまたそこに行こうと思ってるんだが、興味あるなら君も一緒に来るかい。おお、若者らしい、いい返事だな。ではついていきたまえ。よし、ついていきたいんだが、その前に祈りたい。頑張りだね。頑張りを増やしましょう。ハートはもう死んでもね、すぐ復帰できるか、その場所で。考え方がクズ。死んでもその場でね、すぐね、パッて帰るから。生き返るからね、すぐね。
大丈夫です。そこは一向に問題ないです。やっぱ頑張りゲージはちょっともう少ないのはもう辛抱ならんというところなんでね。頑張りゲージをやっぱ増やしましょうよというところですよ。走り遅いね。どこ気になるところって。こっちなんや。これさっき、ほこらのあったとこだぞ。さっきほこら来たぞ、俺はここで。全然気づいてなかったけどな。あ、まだ登んね。朝5時の山登りですね。ん？あった？この村を離れてもう何年も経つからね、調査も大変だったんだよ。しかも君も気づいてると思うけど、この村の人はみんな同じ装束だろ？間違って同じ人に何度も聞いちゃったりしてね。もともと変わり者と言われていたのに今じゃさらに不審者扱いだよ。でも絶景を見れるなら不審者になるぐらい私は全然平気だけどね。うん、疲れた。坂道は年寄りには答えるな。私はこれ以上は無理そうだ。この祠の裏に大妖精の泉があると言われてきたんだが、いつもここで息切れだ。私はちょっと休ませてもらうよ。もし見つけたら絵を忘れないでくれよと。祠の裏ね。こっちの方？来ない。錆びた槍。間違う。保存しておこう。いらん写真は消さなあかんのか。よし、あと46枚残せるようになった。最初のリンクさんの自撮りはあれ面白いから残しておこう。どこでしょう。ここ登らなあかんのかな。どうだ？忍び草が大量にあるだけやな。あ、姫静か。何やこれ。ハイラル王国の姫が愛したと言われる可憐な花。以前より絶滅が危惧されている種、種だが、近年まれに自生しているのを見かけることができる。これは忍び草か。姫静か。あった。姫静かゲットです。どこよ、大妖精の泉。この花は何なんや。何これ。何これ。物よ若者よ、私の話を聞いておくれ。私は大妖精クチュラ。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって力を失ってしまったばかりにこのありさまさ。だからお願いだよ、少しばかりのルピーを恵んでおくれ。100ルピーもあれば十分。
私が力を取り戻した暁にはきっとあなたの役に立てるはずだよ。手だけ出てくる。はい。おう。ああ、力がみなぎってくる。やべえな。今回の大妖精やばいな。でけえな。今回の大妖精。マジで大妖精やんけ。でか。いい気分だ。久々のシャバの空気は最高だね。つって、口が悪いって。大妖精は大胆にも口が悪いという。あんたには世話になったね。おかげで力を取り戻せたよ。さて、今度は私の番。材料さえ持ってくればあんたの服を強くしてやるよ。試してみるかい？今の私ならあんたの服を少しだけ強くしてやれそうだよ。じゃあお願いします。じゃあ、これでしょうか。おう。登れるのは大事ですから。お、防御力が上がった。少しは強くなったね。服を強くするとね、特別な力が宿ることがあるんだ。同じ種類の服で揃える必要があるけどね。他の服も強くしてやろうか。うん、じゃあこれをズボンお願いします。息を吹きかけてるだけやけどね。それで強くなるやったらええよ。よし、防御力1段階アップ。服か素材を手に入れるか、姉が力を取り戻したらまたここにおいで。それじゃ。それ。このところを写真で収めればいいんかな。これでいいでしょう、多分。ミッションクリアだ。大胆やな、ほんと。服強くならないんだよね、もう。もう強化できないね。動きがいちいち大きいんだよね。あれは妖精やと思うやん。はい、妖精ゲット。妖精ゲットです。あ、力尽きても自動で出てくる。そのスタイルは変わらんね。よし。とりあえず撮影できたかいいか。戻ろう。あのおっさんの場所へ。てかすぐ近くにおるやん。いけるぞお前おっさん。ちょっと頑張れば。神秘のベールに包まれた大妖精の泉。一度はお目にかかりたいものよ。そうかそうか、見つけたか。な？見つけた？お、ほんとかね。で、その場所の絵は？絵は持ってきてくれたかね。これですけど。これが大妖精の泉？美しいといえば美しいが、もっとこう神秘的で奥ゆかしい感じかと。しかしよく探してきてくれたな。何か俺としてお礼をしたいところだが、あいにく持ち合わせもないし。そうだ。君、行きたい場所や探したい場所はないかね。私はハイラル城を旅してきたからな。気になる場所があるなら役立てるかもしれないぞ。それは思い出の地をお願いしますよ。それにすんの？もっとなんかあるやろ。この村からずっと東に行くと大きな雪山がある。ラネール山という山だ。そのラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西にその門があったはずだぞ。ラネール山。私の知ってる場所でよかったよ。少しは役に立てたかね。いい情報をいただきましたよ。
これにこだわるな、うん、東ね、村の東、竜の住む聖域、伝説での話だと思うが、もし本当にいるのならぜひ描いてみたいものだ。ラネールさんの、こっから東、これはラネールさんじゃないんか、これか、ラネールさんのあたりの西の門のか、多分この辺ってことかな。スターにしとこうか。じゃあそんな遠くないよ多分、多分ね、多分そんな遠くないやん思うんですが、どうなんでしょう。まあでもそこ一個写真撮れば、とりあえずまたこの村に戻ってこればいいんでしょう。あ、そうや、獣肉手に入れたから、このクッキングしてもらおう。持ってきたで。うん。まだ獣肉見つかってないんか、君は本当に。持ってきてやったよ。これは、獣肉。いいのですか？いいのですか？ありがとうございますです。ちょっと待っててくださいなのです。また料理シーンは見せません。いい香りなのです。溢れ出る肉汁をかぼちゃの甘みが優しく包む。これぞ我が家の味なのです。これお裾分けなのです。いただきます。ああ、防御力が上がるんだ。コーナー頑張ってもっともっと料理の腕を磨くのです。頑張ってください。コーナー料理のやつ終わった。デザートか。はちみつりんご、はちみつは持ってるな。うん、はちみつ持ってる。あげれるで。あげましょうよ。うん、これは、はいはい、あげますあげます。作ってくださいよ。どうせ見せないでしょ作ってるシーンどうせ見せない。これは思い出したです。ココナが熱を出した時、いつも母様がこれを作ってくれたです。カレーを作る時、母様はこっそりこれを入れていたです。わーん、母様、ココナ、ココナ、これからももっともっと頑張るね。母様の味を作ることができたのです。もうココナは大丈夫なのです。これもみんなお兄さんのおかげなのです。これ受け取ってくださいなのです。はい、ありがとう。うん、親切なお兄さん、ココナね、決めたのです。将来コックさんになるです。コックさんになってみんなを料理で幸せにするです。今まで母様のレシピばかりでしたが、これからはココナのオリジナルレシピを考えないとなのです。でもレシピを考えるってなかなか難しいのです。うん。あ、親切なお兄さん。ココナズキッチンは4つで終わりか。もう料理させてくれへんねや、この鍋は。この鍋使わせてくれへんね。ここで料理して帰ろうかなと思った。暮らしてくれず。まあいいか、今日はここまでしようか。今日は一旦ここまでにして、次回その写し絵の場所行ってみましょうか。ラネール大地のラネールさん言ってたけど、あ、これか、これがラネールさんか。だいぶ遠いなラネールさんの西の門とか言ってたよね。あ、じゃあだいぶ遠いです。まあ、結構簡単に行ける距離なんかなと思ったけど、だいぶ遠い。まあとりあえず目的地としてはここら辺やな。
うん、なので、これ全然関係ない。スタンプ削除で。全然関係なかったっす。ってことなんで、まあ次回はもうこの、祠からずーっとこう行って、ここを目指すという感じですね。ラネールさん行きましょう。うん。で、果ての村はここですからね。で、前回死んだのここですよ。あ、ちなみに足跡モード見てみましょうか。はい。じゃあ再生で。まあ、ここら辺からスタートしますわね。うん。ワープとかしますよね。うん。で、まあ、いろいろ行きますわ。ちょっと速度上げましょうか。はい、ワープして、なんかいろいろ回って、ようやく外出ます。ハイラルの外に出まして、でかかりこ村来ますわね。はい、で道沿いで一回死ぬ。これ集団でね、集団と戦った時だね。一回死んだんだ。はい。で、また一回死ぬ。ワープして戻る。別の道に行く。で、果ての村来て、で、果ての村のそのミッションをクリアして、果てのビーチで何回も死にます。はい、死ぬ。死にまくります。ここで4回、5回ぐらい死んだかな。で、終わって、別のミッション行って、で、ワープしまくってますね、ここで。うん。で、ようやく、かかりこ村戻ろうとして、なんかいろいろやってますね。ね、ここら辺の、祠を探したんだけど見つからなくて、で馬宿を見つけてね、馬宿で、祠2つぐらい行って、で馬さん置いてきて、でかかりこ村にやってきて、いろいろやってたというのがここまでの奇跡ですね。はい、ということでございます。まあなので、とりあえず次回はもうちょっとこっちの方に歩みを進めていこうかなというところでございますね。はい、ということなんで、今回ここまでにしましょう。セーブして終わります。じゃあまた次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。